身長ビヨン医師学科学生整形が専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関すること配信していきたいと思います。身長の場所は一人チャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日はビタミン D についてお話しさせていただくんですけども、その前にねってことで小宮さんね、こちらの方ですね、2022年2月22日ですごい身長伸ばし方ってことでこちらの方で、ね、もう出版されてますので、ぜひこちらの方もご参考ください。こちらに関してはね、今日お話しさせていただくビタミンの D についてお話をねもうさせていただいてて、具体的に言うと皆さんもぜひね、この私の読者の人はこういったのを見ていただくといいと思うんですけども、113ページからですね、カルシウムの吸収を助けるのはビタミン D とはということで、こちらの方にも記載してあるんですけども、今回ねそのビタミン D のデータのさらに新しいデータね見つけてきましたので、そちらの方皆さんと共有させていただきたいと思います。あとですね、まあ本までね買いたくないという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方がいらっしゃる、過去にですね大脚にはビタミン D が効果抜群ということで、ビタミン D で大脚に効果が副作用に注意ということです、こちらの動画もお出しさせていただいてますので、そういったところもぜひ参考してください。今回結論なんですけども、ズバリなんですけども、ビタミン D は身長にとってすごく重要です。なおかつなんですけども、今この2月とか、この動画アップされた3月かな、こういった寒い時期にやっぱりね外で遊ぶことが重要ですよということでお話しさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ということで今回紹介させていただく論文なんですけども、今回紹介させていただく論文はニュートリエンツっていう雑誌名ですね、で2022年に発表された論文で、著者はですね熊本大学の倉岡先生っていう先生が、書いてくださってますね。倉岡先生、もし万が一見てたら、ね、YouTube いつもコラボお待ちしてますね、ご連絡お待ちしてますね。僕はその倉岡先生のですね、Impaired height growth associated with vitamin D deficiency in young children from the Japan Environment and Children's Study ということで、こちらの論文ですね、ビタミン D の欠乏と、そういった身長の伸びを、比較したみたいな、そういったような、論文を発表されていますということで、こちらの論文ですね、最高に面白いんですけど、ちょっとじゃあ少し内容の方見ていきましょうということで、今回こういった論文どうして行われたかと見てみると、ビタミン D っていうのはカルシウムの吸収や、骨の恒常性の維持に必要不可欠であって、身長が低い子たちっていうのはビタミン D の濃度が低いよというふうなこと言われてるんだけど、それが本当なのかなとか、そういったところを見てるっていう形になります。でまずね、皆さんもぜひ覚えておいてください。ビタミン D 実は身長と深く関係があります。過去にね、私ビタミン D と身長直接は関係ないよとかってお話をしたこともあったんですけども、ちゃんとこういうふうに関係あるよってデータが出てきてますので、そこをちょっと今はもう完全に修正して、完全にビタミン D は皆さん積極的に摂取してくださいってことで、当院の栄養補充療法に関しても、そういったビタミン D の血中濃度を、かなりの高濃度で保っているような形になります。そういったふうにして、低くなるみたいだけどってことで、そういった低いってデータがあっても、それは日本のデータなのかどうかとか、いろんな状況があるので、そこを見て評価していくってところになります。しかも今回のデータのいいところが、3624人のデータを参考にしているってところ、すごく大きなデータですね。なんと最初10万人のエンロールって言って登録があって、そこから5000人絞って最初で3624人ということで、かなりビッグデータというんでしょうかね、大きいデータです。そういった意味でも信憑性が比較的高いんじゃないかなというふうに思われます。調査としてはですね、2歳と4歳の時に身長と体重を測っていったりとかしたりとか、あとは生まれた時のねデータも参考にされているようです。それとしては4歳児と、血中濃度ビタミン D とか、そういったところを見たりとか、して今回ね評価をされているそうですということになります。ということで、ズバリ今回の結論ですね、ここをお話しさせてくださいということで、ズバリなんですけども、 23.1% のお子さんがビタミン D が不足していましたというところで、約ですね4人に1人か5人に1人ぐらいがビタミン D が欠乏していたということになります。で、このデータはびっくりするかというふうに言われれば、実はびっくりしなくて、我々の方でも大体こういうふうに毎日患者さんが来たら採血してるところを繰り返して行っているんですけども、大体似たような数字かなというところで、やっぱりその 23% ぐらいは欠乏しているのかなというところになります。で、ここはちょっと結論の方ですね、さらに見ていくと、さらに 1.1% の人に関してビタミン D の、いわゆる、重症度欠乏ということで、20ナノグラムパーミリリットル、これが、欠乏、10ナノグラムパーミリリットルが、重症欠乏みたいな、今回はそういったような定義になっているんですけども、 1.1% の100人1人ぐらいはそれで重症欠乏だというところで、ここもまた我々の経験上は大体同じかなというふうに思います。で、ここはちょっと我々の経験を踏まえて、少し私の方がコメントを出させていただく、論文内容じゃなくて私のコメントを出させていただくと、ビタミン D が欠乏してる子は大体他の栄養素も悪い、例えば亜鉛とか鉄とかも悪いことが多いので、全体的に栄養が悪いことが多いので、そういったのがすごく参考になると思います。で、ここでさらにちょっ と、話を進めていくと、ビタミン D の不足のないお子さんに関しては年間8センチ伸びていたに対して、ビタミン D が欠乏していた人は 7.4 センチしか伸びなかったという原因になります。0.6 センチしか変わらないじゃんというふうに思ったかもしれませんけども、 0.6 センチというのがすごく大きいんですよね。例えばちょっとパーセントにして見てみると 7.5% に該当するのかな。だから 7.5%、 例えばだけど、これが10年とかって続いていくとなると、それが30センチとか
40センチ、また50センチ、60センチで変わってくるんだけど、まあ、例えば60センチと 7% ってなってくると4センチかな。だから165になっちゃうのが169になっちゃうとか、170なのが174になるとかってことで、まあ、全然違うよねってところだから、だからビタミン D はすごく重要だよってことがここから分かるというような説明になります。さらに先ほどちょっと冒頭でもお伝えしたんだけども、さらにビタミン D の濃度の低いグループたちっていうのはどういった傾向があるかっていうと、やっぱり屋外で遊ぶ時間が短いよっていうふうに記載あります。うちのクリニックも含めてなんですけど、都会にいらっしゃる方も多いと思うんですけど、都会の皆さん外で遊ぶ機会ありますでしょうかってことで、そこですごくやっぱ悩ましいところかなってことで、まあ、さらに深く見ていくと、冬の屋外活動っていうのがすごく重要だよというふうに記載があります。まあそうですよね、まあ夏は都会の子であってもやっぱり外行く機会が多いのかなとか、まあそれこそちょっとね、ご家族ね、海に行きましょうねなんて、そんなことがあったりもするかもしれないけど、やっぱり冬になってくると屋外の活動が減ってしまうというところで、そこは重要になってくるってところになります。ということで、まあ今回ね、まあ簡単な概要は今ので説明した通りなんですけど、まあもうちょっと少し見ていきたいと思います。じゃあちょっと、ね、少し論文の方に読み進めていきたいと思います。はい、じゃあこちらの方で見てください。まあこれ簡単でいいんですよ。単純に10万人ではエンロール登録されて、そこから最初に3000になって3624人の人が登録されてよってところになります。まあここがまず1個目ですね。で次見ていきます。フィギュアの2番見ていきましょう。フィギュアの A の2の A ですね。こちらの方見ていくと、これがいわゆる血中濃度っていうところになります。こちらの方見ていきますよってことで、この方見ていくと、まあ大体ね20から30ぐらいのところが一番多くて、まあ40以上ぐらいのところがだいぶ減ってくるなってところと、あとまあ20以下だと欠乏ですよってところで、20未満の人たちが23%いらっしゃったっていうところがまず一つ目の結論になってきます。で、あとで一方で、こうやって見てみると40以上の人がすごく少ないっていうところもこのデータからお分かりいただけるかと思います。で、あと後ほどで少しお示ししますけども、結論からするとやっぱり血中濃度やっぱ40以上に上げていく方がより一層望ましいかなっていうところなので、まあ、そこの血中濃度も把握しながら、できれば治療を行っていくっていうところになります。ただし一方でなんですけど、ビタミンの D っていうのは、水溶性、脂溶性という原因だと、脂溶性のビタミンの D になるので、過剰摂取も困るわけですね。過剰摂取すると逆に言うと逆の障害が起きてしまいますので、じゃあこれ100、200に上げればいいかって、そういったこともないので、そこもちょっと注意が必要なので、まあ実際までやっぱりクリニックに来てもらって、血中濃度を把握しながら治療して行っていくのが重要かなということが、ここからも分かると思います。ということで、こちらの方は月別のデータになってきますので、ズバリなんですけど、今日撮影したのは2月なんですけど、なんと2月のビタミン D の血中濃度が一番低いというところで、ここもぜひね、気をつけていただく必要があるかなというふうに思います。ビタミンの D は、そういうふうに、まあ、ここでちょっと皆さんもちょっとね、勘違いというか、よくあるあるのミスというか、よくあるのが、日光さえ浴びてればビタミン D が全部足りてるとかって思ってる人も多いので、そこも結構皆さん、私としては注意してほしい。で、やっぱり基本はやっぱり食事だと思うんです。なので、食事をまず大事にしてください。食事に関しては、キノコとか、青魚とか、まあそういったところがすごく重要なので、まずはキノコや青魚、まあ、あとサーモンとかね、そういったのをまずしっかり食べましょうねというのが一つ目で、あとはビタミン D に関して言うとサプリメントの有効性が極めて高いで、例えばサプリメントを飲んだ時に血中濃度がしっかり上がってくれる製剤とはなかなか上がってくれない、いわゆる思い通りにいかない製剤とあるんですけど、ビタミン D っていうのは比較的思った通りにいってくれる。その理由としては血中濃度の安定性が高いんだけど、それはいわゆる半減期が比較的安定してるんだよね。そういった意味でビタミン D って比較的サプリメント有効性高いので、子供用のサプリメントね、皆さんが飲むとしては子供用のサプリメントで、うちに来てもらうとそういった一般の市販のものよりも何倍の高濃度のものを出しして血中度を測っていくのがより正確ですけども、まあそういったのはなかなか皆さんできないと思うね。まあそうするといわゆる子供用のサプリメントで、まあ安全面を確保しながらそういう風にやっていくと、特にそういう冬場の血中度を保つことが大事なところで、まあそのね、あくまで食事が大前提なんだけども、それプラスアルファで運動も大事だよということで、ここをぜひ覚えてください。このデータを見ていくと、逆に言うと8月や9月ですね、そういったところが一番血中度が高いというところになりますので、まあね、夏場にね身長が伸びるっていう風に、ね、お話しいただく場合もあるんですけど、もしかしたらそれはやはり血中濃度とかそういったのが関係あるかもしれませんので、ぜひご参考ください。で次、これね、見にくいってところで、なかなか一般の方に見にくいと思うんですけど、私ね、すごく簡略化して説明していきます。はい、ってことで、一番上のところですよね、25OHD3、カッコ ナノグラムパーミリットってことで、ここがいわゆるビタミン D の血中濃度が記載されています。で、一番左のところは10未満ってところで、まあ、超欠乏してるってところで、一番右ですね、一番右40以上ってところで、まあ、ここが十分にビタミン D がある状況、アバンダントって表現かな、まあ、そういったところになるんだけど、もうじゃあここのデータ見ていきましょう、ね、ちょっと真ん中見てややこしいので、一番高い例と一番低い例だけ少し見ていきましょう。で上から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行目、バースヘイトって書いてるところね、ここの方が一番左、10未満の人が 49.26 センチでしたよとね、生まれた時の身長 49.26 センチでしたよと、逆に40以上だった子たちで 49.10 センチでしたよと説明になりますので、まあ、こうやって見てみると10未満の方が身長がむしろ高いんだけども、そこからさらに1、2、3、3個下かな、2歳の時の身長で見てみると、10未満の人たちは 83.49 であるに対して、40以上の人たちは 84.34 ということで、もうすでにここの時点で身長が逆転しているのがお分かりいただけ
けると思いますので、ビタミン D やっぱり重要じゃんってことになります。さらに4歳の時のデータ見ていくと 98.5cm、 12歳の人は 98.5cm で、なんと40以上の人は 100.26cm ってことで、もうねすごいよね、 2cm ぐらい差が出ちゃってるってところになりますので、まあ非常にビタミン D が重要だってことがここから分かりいただけると思います。はい、じゃあ次こちらの方でフィギュアさんのこちらの方も見ていきましょう。こちらの方を見ていくと、まあ年間成長率が書いてあるわけなんだけども、10未満だといわゆるまあ7点、これだとまあ3-4cm ぐらいかな、まあそういったところってところで、逆に40以上だと約年間8cm近くってところで、まあかなりね差があるよねってところなんです。でここで特に注目すべき点としては、例えば40の子とじゃあ30から40の子とすごく差があるかと、そんなに差はないよねってところね。25とまあ30も大きく差はないよねと、まあ25と15もそんなに差はないかもね。ただし10以下になってくると急激に落ちてるってところです。グラフの形状としてはだんだん落ちてるっていうタイプのグラフではなくて、ガコーンって落ちてるってタイプなんだよね。これも注目点ということで、ってことはつまりはなんだけど、10以下だけに絶対にしちゃいけないよねってことがここからよくわかります。ただし一方でなんだけど、こうやって厳密に見てみると、やっぱり10から15の人たち、ここね、10から15の人たちと40以上比べると、やっぱりどうやらやっぱり40以上の方が高そうだし、40以上しちゃダメかと言われればそういった結論にならないので、やっぱり血中濃度をある程度高く保っていく必要があるのかなと、ここから推察が立ちます。これはね、こういう論文に書いてある通り私のコメントですから、そこをちょっと混同しないように注意してください。さらになんですけど、この40以上ってことで、まあ、50とか60になったらどうかなとか、そこに議論されていますので、そこについても十分注意してください。ビタミン D 繰り返しお伝えしますけども、過剰摂取には十分注意が必要になってきます。はい、こちらのフィギュアの4の B とかで、ここで見ていくと真っ黒のところがレア、濃いグレーが1時間未満ってことで、まあ、一番上が白が3時間以上ってことです。40以上の血中を保たれている人たちはね、ほとんどの人がちゃんと、まあ、冬場も外で運動してたよってところに対して、一方でなんだけど10未満すごく、ね、血中の低い人たちがすると、まあ、20数パーセントの人たちが、運動してなかった、外で運動してなかったってことになりますので、やっぱりちょっと冬場寒くてなかなか外行く機会もないと思うので、やはりある程度外ね行く方がいいかなってところがありますので、まあ、そこ皆さんね外で運動するってところをぜひ覚えておいてください。はい、ということで今回でお話しさせていただいた2022年の熊本大学の、ね、先生が書いてくださった論文というところで、ビタミン D がすごく身長と重要だということですね。ビタミン D を欠乏すると 7.5% 伸び率が低下してします。あともう一つはちゃんとね、野外で運動することが重要です。特に、ね、冬場の運動が大事ですね。まあ、こういった寒い時期ですね、まあ、12月、1月、2月ね、こういった寒い時期も、まあ、3月も含めてかな、そういった時期も、ぜひね、外出しながら運動していくことをお勧めしたいと思います。今後もですね、全身全霊で、ね、身長に関する配信していきたいと思います。緊張が増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。